こんにちは、女性ホルモン大学の木内です。アシスタントの平本です。はい、このチャンネルではですね、女性ホルモンをテーマとした生理や PMS についての知識や女性の美容や健康についてのお話をお届けしていくチャンネルです。今日もですね、皆さんのお役に立てる情報をお届けしていきたいと思いますので、ぜひ高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ということで今日のテーマはですね、生理前のニキビについてお話ししていきたいと思います。平間ちゃんは生理前のニキビ気になりますか？はい、結構生理前になるとニキビ出てきたりとか、肌荒れが気になったりしますね。結構ね、悩んでる女性の方も多いんじゃないかなと思うので、今回はそれがどうして起こるのかっていうところをお話ししていきたいと思います。はい、ということで、生理前のニキビ悩んでいる方も多いんじゃないかなと思うんですけれども、一つ要因として、考えられるのが、以前もお話しして登場しているプロゲステロンというホルモンの影響ですね。でこちらは、生理前に分泌が増えることによって、水分を溜め込んでちょっとむくみやすくなったりっていうのもあるんですけれども、と皮脂の分泌をちょっと盛んにするような働きもあります。なので、生理前になるとちょっと皮脂の分泌が活発になってニキビができやすくなるっていうのが一つ要因として考えられます。さらにですね、エストロゲンの分泌も下がってくるので、ちょっと肌の乾燥も気になるというところで、肌の状態がですね、ちょっと敏感になりやすいっていうところもあります。はい、またですね、特に顎とか、あとフェイスラインのあたりですね、にニキビが多くできやすいという方に関しては、女性ホルモンというより男性ホルモンの方が優位になってしまっているっていうのが一つ原因として考えられます。で、女性の体にも実は男性ホルモンっていうのは分泌されていて、この女性ホルモンと男性ホルモンのバランスっていうのもすごく大切なんですけれども、男性ホルモンの分泌が活発になってしまうとですね、どういうことが起こるかというと、ヒゲがちょっと濃くなってしまったりとか、あと肌の潤いがちょっと落ちてしまったりっていうのも、あと皮脂の分泌が活発になるっていうのが、影響としてあるんですね。なので、ストレスとか忙しさとかが重なっていて、ちょっと戦闘モードですね、自律神経が、交感神経がですね、優位になっていたりすると、男性ホルモンがより多く分泌されてしまって、ニキビにつながってしまうっていう風に、原因がつながっていきます。特にですね、働き盛りの20代、30代の女性に関しては、この男性ホルモンが優位になってしまうことによって、そういったニキビ、大人ニキビですね、のお悩みにつながっていることも、多いんですね。はい、なので、交感神経が優位になることで男性ホルモンが活発にな、分泌がですね、ちょっと促されてしまうというところがあるので、そういったちょっと日々ですね、忙しい、時間を過ごしているっていう方に関しては、本当にリラックスした時間を取ってもらってストレスを発散していくっていうところで、副交感神経を優位にしていくっていうところが、大切になってきます。はい、ということで、生理前のニキビに、なる原因についてお話ししていきました。次回はですね、この内容を踏まえて対策方法についてお話ししていきたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。